こんにちは、土の子です。今日はね、デスマスを S ランク取りに狙いたいと思います。デスマスはね、徐々に黒い霧で覆われて見えなくしていくポケモンです。お任せでね、出てくるのは闇ラミとゲンガーですね。なるべくね、コンボをつなげたいので、僕はね、ゲンガーを使っていきたいと思います。で、 S にするのはね、やっぱり手数をかなり残さないといけないので、ここはね、800蹴散らずに手数プラス5を使っていきます。さてさて、まあ一番消えるようにやっていくのが一番ですね。で、黒い霧なんですけど、こうやって触れば出てくるので、例えばじゃあここはどうかなとかいうふうに見たいときはこう見て、チェックするといいです。大きいポケモンはね、耳がちょっと出てたりするので、全然確認しなくても分かります。さあ、それじゃあまずはね、ここ行きましょう。いいですね。さあ、お邪魔もそんなに気にすることなく進めていきましょう。はい、さあ、ゲンガーを消していきましょう。いいですね。さてさて、ゲンガー結構、場にあるので、ゲンガーを消してコンボをね、繋いでいきたいです。まあ、ここら辺が無難ですかね。行きましょう。いい感じです。さあ、こういっぱい消す感じに行きましょう。さあ、次はこうですね。落ち込ん狙い。さあ、こう言ってくれるかな。これはやりました。手数プラス5を使っても6手余ってますね。これはいけたんじゃないでしょうか。 S ランク落ち込んが決まるとやっぱ楽勝ですね。来い、よし、 OK、 S 埋まりました。はい、デスマスをね、ちょっと見てみましょうか。ゴーストタイプで攻撃力50、スキルは気まぐれ、時々同じポケモンがランダムで1匹消える。これはあれですね、ニャースに使えますね。イベントのニャースはね、いかにコインをね、たくさん振らせるかが勝負なので、こういうね、デスマスみたいな気まぐれ、もしくは気まぐれプラスのポケモンは非常にね、重要です。ということで、イベントニャースにはね、使えるデスマスでした。他にもね、ポケトルいろんな動画撮っていますんで、よかったらね、チャンネル登録して見てみてください。それじゃあ、土の子でした。